お母ちゃん、これでニャンカおやつ作って。任せといて。栄養満点なかぼちゃをたっぷり使ったヘルシーなとろ生チーズケーキ作っていくよ。やほーい。耐熱容器にくしゃくしゃにしたクッキングシートを敷いておいてね。かぼちゃは皮をむいてから一口大に切るよ。耐熱ボウルにかぼちゃ、水を入れて蓋をして、レンジで加熱ゴーゴー。クリームチーズ、ラカントを入れてね。ラカントでカロリーをオフ。フォークでかぼちゃをしっかり潰しながら混ぜるよ。水切りヨーグルト、卵を入れてよく混ぜてね。少量のクリームチーズと水切りヨーグルトで脂質をオフ。ブレンダーやミキサーを使うのがおすすめ。こんな感じで滑らかに仕上がるよ。耐熱容器に生地を流し入れて、トントンして空気を抜いてね。浮いてきた気泡を用事で潰すよ。レンジで加熱ゴーゴー。真ん中は生っぽくても大丈夫。粗熱が取れたら冷蔵庫へゴーゴー。とても柔らかいのでお皿に移すときはヘラなどを使ってね。うわー、ツヤツヤでうまそう。かぼちゃのとろ生チーズケーキの完成。いただきます。おー、かぼちゃが濃くってうまいや。かぼちゃにはビタミンとミネラル、食物繊維がたっぷり入ってるんだよ。かぼちゃってすごいにゃ。めっちゃクリーミーじゃん。口の中でとろける。生クリームは使わず代わりに水切りヨーグルトを使ってるからめっちゃヘルシーだよ。じゃあたくさん食べれるにゃ。チーズケーキ食べたいな。でも糖質や脂質が気になるって方は作ってみてね。ハロウィンにおすすめだよ。ヘルシーで美味しいって最高じゃん。この動画が良かったなって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録で応援してね。それではバイバーイ。